散策の途中道が3つに分かれていても困る必要はない気の向くままに頬を進めれば小さな林にたどり着き小鳥の鳴き声が迎えてくれるだろう別の行く手には野が開け谷の方に下りれば白雲を映す池を発見する明治の作家国木田六歩は 120年余り前東京・渋谷の外れにある丘の上の一軒家に半年ほど暮らしたその体験をもとにしたのが名作「武蔵野」である今のにぎわいからは想像できないが当時の渋谷は武蔵野の入り口だった少し先には冒頭のような自然が広がっていた 多彩なルートのいずれもが目と心を潤してくれる国木田にとっての武蔵野にとどまらない時空を越え強度の山々についても言えることだ旭連峰を重走する本市登山隊のルポがリアルタイムで掲載されている今回は庄内の大鳥池側から入り狩猟線を南下する。 例年より時期が早く梅雨のただ中だけに予報の雨マークが気にかかるとはいえ自然にはその時期なりの魅力があるものだ国木田も力説している春夏秋冬朝昼夕加えて風でも霧でも雨であっても随所に我らを満足させるものがある 旬のリポートが楽しみだ。